じゃあちょっと普段通りのお家も見てみたい。え、片付いとるよね、もう。片付いてなかった。皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2023年10月1日日曜日の午後0時40分です。そして今日は住民のジャックさんのお誕生日でもあります。おお、この間来たばかりのジャックが。早速、おめでとうございます。それでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今日は住民のジャックさんのお誕生日ですって言われたけど、まずおや、なんか急激におしゃれな家が建ってるなあ。ちょっと待って、あれだな、家の周りのものが似つかわしくねこれはあれだね、またなんか別のものを置いた方がいいよね。筋肉バカの間歩用だったのでこれがジャックのお家だ。なるほど。まだね、引っ越しの挨拶もできてないんだけども、早速もうお誕生日みたいやけん訪ねてみようか。ふわ、もうすっかり馴染んでいるだと。オフィスみたいな感じなんよね、ジャックのお家は。今日の主役はジャックだ。なんたって1年に1つの誕生日だからな。目いっぱい盛り上げてやろうぜ。まさかの一徹が仲いい感じなの？なんか正反対な感じがするけども。いいよ、ジャック。めでてえな、ジャック。ほら、おめえもなんか言ってやんなってか。なんか、和と洋って感じですね。どうも、ジャック。おや、君は確か、アイナくんだったね。また会えて嬉しいよ。ジャックのバースデーパーティーにようこそ。今日は僕のバースデーなんだ。よかったら君もパーティーに参加していってよ、キリ。でもすごいよね。引っ越してきて早々誕生日パーティーを開きたがるという。ずうずうしいっちゃずうずうしいけど。でもちゃんとそれに人が来るっていうね。まあ、一徹が開催してくれたんかもしれんけど。ふふふ、僕もまた一つ大人の階段を登ったんだね。さっき一徹くんがバースデープレゼントをくれたんだよ。お祝いしてくれるだけでも嬉しいのに。ごめん、何も用意してない。手持ちに何かあったかしら。さっき回収した間ほのものしかないような気がするんだけど。もしかして君も僕にプレゼントを持ってきてくれたのかい？キリ。じゃあ、とりあえず。さっき回収した二つだな。学生服。おかしなメガネ。セントラルヒーティング。セントラルヒーティングって何でしたっけ？セントラルヒーティングって何だった？とりあえず、渡してみるか。はい、どうぞ。セントラルヒーティングか。こういうの欲しかったんだよ。君わかってるな、キリ。あ、でも、喜んでくれたみたいでよかったよ。素敵なプレゼントを僕のために選んでくれて、ありがとうね、キリ。いや、今手持ちの中から選んだだけなんだけど、よかったかしら。まあでも、喜んでくれたみたいでよかったです。家の周りに置くものを考えなければな。あ、アミナくん。帰る前にこれだけは言わせてほしい。キリ。なんだ。一年に一度しかない特別な日を君と一緒に過ごして嬉しかったよ。それからプレゼントもありがとう。いえいえ。じゃあちょっと普段通りのお家も見てみたい。え、片付いとるよね、もう。片付いてなかった。片付いてなかった、さすがに。まあそんなイリュージョンみたいなことは起こらんか。誰も出てきてないもんな。セントラルヒーティングって何やったっけな。前になんか一回外に置いて試してみたような気はするんやけど、あ、そっか、ハロウィンだ、ハロウィン。10月だから。ジャックの家の周り、家の周りというか家の中に合いそうなものはなんか色々とあるな。ただ他は、外に置きそうな感じの。ね、これ持ってなくない？椅子だよね。そちらの商品はハロウィンのチェアでございます。こちらは現品限りですので、早い者勝ちですよ。ですよ。お値段は6000ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？めちゃくちゃシンプルやのに6000ベルもするんか。まあいいや、買います。毎度ありがとうございます。
独占ベル間違いなく頂戴しました。あざす。いただいていきますね。ありがとうございました。いえいえ。どうも。アイノさん、ご機嫌いかがですか？多分。お話ししよう。うふふ、お互い素敵な一日になるといいですよね、多分。ねえ。なんか集中してるけど、話しかけて大丈夫でしょうか。あら、アイノさん、声かけてくれて嬉しいわ。素敵ね。あ、それは良かったです。世間話でも。あいにくの曇り空だけど、気持ちだけは楽しく行きたいわね。クサクサしてたらもったいないわ。素敵ね。そう、私この辺に散らかしてるやつは何があったんやっけな。ミルクガラスランプとハロウィンのランタン。ハロウィンのランタン、ずっと置いてたのか。ね、ミルクガラスランプって何？あ、そっか、さっき葉っぱの形やったんやけん、それ葉っぱの形はね。やっほー、やっとお話できた。もう久しぶりすぎるよ。アイナくんたら島の中にいるのは分かってるのに、ちっとも捕まらないんだもん。めっちゃ上目遣い。僕を見かけたら話しかけるっていうお約束を決めちゃうのはどうかな、弟子。なになに？弟子。話しに来たよ。秋の夜はよく寝られるんだよね。なんでか分かる？過ごしやすいからじゃない？気温的に。それはね、コオロギやスズムシなんかの虫さんが子守歌を歌ってくれるからだよ、弟子。そう、こないださ、うちのももが猫ね、家の中にコオロギを引き入れてきとってさ、めっちゃびっくりしたんよね。あ、猫たちは猫ドアでベランダまでは出られるようにやっとんやけど、まあ、ベランダはもちろんね、出られんようにしとんやけどさ、外から虫は入ってくるけんね、ベランダに。それでコオロギを引き入れてきとったんやけど、めちゃくちゃビビったわ。とてつもなくビビったわ。いや、コオロギ声だけ聞いたらいいんかもしれんけど、見た目は割と G に近しいものを感じるんよね。ということで苦手なんすよ、私。パッチワークのチア。あー、でもこの辺はな、カップ麺、脚立、エレガントなランプ。カップ麺が海岸に落ちとるな、もうねえ、ゴミだよね。めちゃくちゃゴミだよね。こういうのさ、ジャックの家にもめちゃくちゃ合いそうな感じはするけど、でもどうせなら違うものを着たいよね。通れんかった。ジャックの家の周りに置けそうなものを見繕ってくるか。ちょっと待って。ミルクガラスランプめっちゃ気になる。どんな感じのものやっけ？斧じゃなくて。天井？あ、そういうやつか。なるほどね。でも、あっとるやん。今、この場所にめちゃくちゃあっとる気がするけど。とりあえず。天井。とりあえずこの辺の上にでも置いとくか。あ、オッケーオッケー。はい、オッケーです。何かしら置けそうなもの、外やもんね。なんかな、そんなにジャックっぽいものねえな。だからどれが外に置けるんだかちょっといまいちよく分かってないんだけども、葉っぱの形になられてもあれやしね。花とかも綺麗な感じするけど、もうこれ小物だけになった？水槽とかっていうのもありか？
うーん、ゴミがいっぱい入っている。もうないんですけど、そんだけしかないっけ。なんか思ったより少ないな、家具。めっちゃ思いっきり持っとるやん、ハロウィンのチア。絶対ないと思っとったんやけどな。あるな、普通に。あ、ベッドは外には置けないか。ベッドは外には置けないか。てか、普通に車とかはなかったんやっけ。ないか。あったら外の駐車場みたいにしとるところに置いとるよね。キッズテント。これかわいいな。かわいいな、なんか。なんかこういう感じのめっちゃいいよね。なんか最近多くない？あの、現実でね。なんか、ああいうのかわいいなと思う。おしゃれなママさんとかが持っとる感じがする。ね、なんか勝手なイメージやけど、そういう感じがする。なんか、この中で合うのは、トイなベッドかなって感じがするんやけど、ベッドはさすがに置けんしな。ないな。まあ、そのうち何かしら、また、お店に登場するのを待つか。うん。そうしよう。まあ、ってことで、まだ、しばらくは、何もないままで過ごしてくださいまし。こっちの通販とかは入らせて。なんか役所の中めちゃくちゃ久々に入った気がするよ。たぬき開発マルチメディア端末タヌポートでございます。1日1回のタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。あざす。ご利用になりたいサービスをお選びください。たぬきショッピング。たぬきショッピングへようこそ。何か、ジャックに合いそうな感じのもの。キャンペーン。あ、マリオ系のやつね。マリオ系のやつっすね。ないなぁ。キャンピングカー。フォーチュンクッキー。ないよぉ。入手したことのある家具。今は持っていないけど、みたいなものは。家の中に合いそうなものはたくさんあるのだけども、外に合いそうな感じのもの、ないっすね。いや、ないっすね。ないよ。まあ、おいおい考えていくか。そういう感じにしましょうか。カフェのパラソルテーブル。めっちゃおしゃれー。これこれ、キッズテント。めっちゃ可愛いよね。いいな。これってさ、ここのカタログでさ、あ、色も選べる感じなんね。なるほど、バリエーション。じゃ、このバリエーションも全部買っとったら全部ここで買い直せるってこと？キュートなチェア。なるほどね。キュートな DIY テーブル。なんかこのクライミングウォールとか、なんかちょっと健康面とかにも気を使ってそうやけんさ。なんかクライミングウォールとかやったら筋肉バカじゃなくても似合いそうな感じはすごくするんやけど。まあ、後々考えましょう。こっちにも特に、ないな。あ、たぬきマイル交換とかで、なんか、三角トピアリーめっちゃいいな。なんかこれ、使ってさ、
すごい巨大な庭みたいな、あの不思議の国のアリスみたいな、そういう感じのやつ。この花壇もなんか色味がおしゃれやね。めっちゃおしゃれな感じ。歩行者信号機。いや、作り込みができる系の人ならね、めちゃくちゃいいもの。そう、こういう丸いトピアリーとか、迷路みたいな庭作ってなんか今日あれやね、大人っぽい系の色味が、色味のものがすごく多い。公園の噴水めっちゃ可愛いんですけど、パーゴラ、そうそうそう、こういうのもね、公園に設置したりとかして。広場のバルーンワゴン、パラボラアンテナ、ガゼボ、広場のゲーム屋台、作り込みできそうなもんいっぱいあるんやけど。あ、プール、え、プールいいんじゃない、買っとこう。プールってなんか持っとった気がしたんやけどな、気のせいかな。でももうなかったよね、気のせいか気のせいか、あれかもしれん、ポケモリとかと勘違いしてるかもしれん、知らんけど さあ、じゃあこれでプールが届くのを楽しみに待ちましょうか。え、あのプールは普通に外に設置できるやつよね。でもどうかな買った後でやけど。あ、でも合わんかったら合わんかったで、おかんかったらいいだけの話やしね。よしよし。いやー、ジャックがやってきたよ。なんかあれだな、この3つの並び渋い感じやねめちゃくちゃ渋い感じっすね。だって私作り込みとかできんけんさ、この周辺がまだ頑張った方って感じやもんねこの周辺がまだちょっと頑張った方って感じやもんね。え、このこれって置いてなかったよね、もともと。もともとは確か なかったはず。うん、多分 おそらく。まああとなんかいろいろと上に上がっていけるようにツルを設置したぐらい崖に。やっほー、ひゅーじくん、何やってんのかと思った。ちょっと壁に埋まってよく見えんかった。料理中、いらっしゃい、えなくん。今ね、お料理作りに挑戦してるんだ。美味しいの作ってみせるよー。だそう。何作ってるの？これは僕の大好きなマーマレード。自分で作れば欲しいだけ作れるでしょ。そうだ、せっかくだから君も作り方知ってほしいし、レシピもらってよ。ありがとう。君の作るマーマレードきっと美味しいんだろうな。いつかご馳走してね。だぞ。ジャムか、マーマレード。ふんふん、マーマレードのレシピを覚えた。イエーイ、ありがとうね、ひゆじくん。なんか子供の頃にさ、給食で出よって大好きやったジャムがさ、大人になってから、そこまでじゃないか。なんか結構探したいんやけどさ、なんか永遠に見つからんのよね。なんなんやろあれ。給食でしか出んとかある？どこのブランドのものなんかもいまいち覚えてないしな。でもジャムといえば青旗って感じがするけど。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、これから、まあ、あれだね。ジャックがうちの島をうろつくようになるわけだね。島の住人になったわけやけん。いやー、なんかいいね。これから、どんな、住民同士のやりとりとかすごい楽しみなんやけど、聞きたい。